はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、お肉ペンペンマシーン覚えていますか？あの動画のショートバージョンで、勝手に TikToker の周一郎さんのネタをパロったら突然連絡来て Zoom で話すことになりました。もしかしたらこれは許可を取らなかったから怒られるやつかも。大人の世界怖いです。謝る準備はできています。それでは本編どうぞ。突然ある方から一通のメールが来て、予定を合わせてズームで話をすることになりました。内容は、話したいことがあるのでズームできますか、というものです。その相手は TikTok でフォロワー数190万人を超える有名 TikToker の周一郎さんです。実は心当たりあるんですよね。あれは遡ること去年の7月、お肉ペンペンマシンという動画を投稿して、その時の予告用のショート動画を周一郎さんの動画のネタをパロって作りました。視聴者の方からもパクリじゃんとか、マネで草などたくさんの言葉をいただきました。もしかしたらそのことが周一郎さんの耳にも入って、大人な解決方法を取ろうとしている可能性もあります。もしかしたら過酷な地下労働が待っているかもしれません。これはやばいと思い、とりあえずアマゾンでポチって周一郎さんの著書前だけ向いて生きていくを購入。事前に周一郎さんという人について予習しておきます。あれ、読めば読むほどいい人そうだぞ。いや、そういう人に限って実は裏で怖い可能性もあります。気は抜けません。そろそろ予定の時刻です。謝る覚悟はできています。お、ズームが繋がった。あれ、めっちゃ笑顔です。怒ってない。はじめまして、島です。おぶっこだ、島田さんだ。よかった、動画のことは全く怒っていませんでした。めっちゃ優しい。さすが、前だけ向いて生きている人は違います。そんな過去なんて振り向いてる暇ないぜって感じのスーパー爽やかポジティブ笑顔で会話は進みます。ふむふむ、なるほどなるほど、はい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 、確かに確かに、あー、そうなんですね、それはすごい。ということで、話を要約すると、本当にゾンビ肉は存在するのか見たいそうです。過去の動画で作ったトルコのパッスルマですね。パッスルマとはトルコの牛肉の加工食品で、生ハムやジャーキーのような食べ物です。そういえばさっきの本で、周一郎さんは小さい頃南アフリカに住んでいたと書いてありました。南アフリカにも似たようなビルトンと呼ばれる牛のジャーキーのような食べ物があります。そうとなれば本気のパッスルマ作りましょう。まずは牛肉を塩漬けにします。たっぷりと塩を塗って重しをして余分な水分を出します。長くなっちゃうので今回は途中は省略します。詳しい作り方は以前の動画でもやっているのでご覧ください。3日間塩漬け、1日水で塩抜き、布巾を巻いて15日乾燥させます。布巾から肉を取り出すとこんな感じです。見てください、これは完全にゾンビ肉です。一度表面の汚れなどを洗い流します。次にスパイスを混ぜ合わせます。ボウルにフェヌグリーク、パプリカパウダー、塩、ブラックペッパー、ガーリックパウダー、コリアンダー、クミンを入れて水を加えてよく混ぜ合わせます。手で練ってまとまるくらいの硬さにします。あとはこのスパイスを肉の周りにコーティングします。隙間がないように丁寧に塗りましょう。しっかりとコーティングができたら冷蔵庫に入れて30日以上乾燥させます。ということで、制作開始から約60日が経過です。本日周一郎さんが実食のため群馬に来てくれるそうなので、早速高崎駅に迎えに行きます。改札前で待っているとなかなか周一郎さんが来ません。新幹線ってことはないですか？あり得るかも。新幹線の改札の方を向くと周一郎さんを発見しました。 TikTok でよく見るあの周一郎さんが目の前にいてドキドキしています。それではお店に案内しましょう。忍者走りにジェネレーションギャップを感じます。忍者と言ったら服部くんなんですが、今の子たちはナルトなんですかね。ということでお店に到着です。ということで来てもらいました。TikTok で Vlog をやってる周一郎です。皆さんこんにちは。いや、本当ありがたいです。いや、もう実現して嬉しいです。こんな清潔なチャンネルに私なんか出ているので、逆に僕の方が清潔なのかっていう。よろしくお願いします。はい、失礼します。ってことで、用意してたゾンビ肉、こちらがすげえ、結構でかいっすね。60日熟成です。うわ、60日。じゃあ匂いや嗅いでも大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。もうちょっとカレーみたいな。そうですね。いや、この手袋をつけるのいいっすね。ちょっとめっちゃっぽい、めっちゃっぽい。これはめっちゃ肉磨きとか、あ、結構やってますよね。やってますよ、ホリエモンとか。
これをつけるのがもう夢のよう。想像以上に秀一郎さんが喜んでくれて作った甲斐があります。買った。あとはカットした中がどうなっているかですね。失敗していたらこの60日が水の泡です。それでは早速カットしてみましょう。うん、いい出来です。これは成功ですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。アイサイダー。今日はさっき駅で買ってきた群馬県嬬恋村のアイサイダーを飲んでみましょう。アイサイ化の聖地とも呼ばれる嬬恋村で販売するサイダーです。なんといっても特徴はキャベツ酢を使用した一風変わったサイダーです。色は特に普通のサイダーと変わらない無色透明です。香りは酢漬けっぽい酸味のある香りがします。飲んでみるとガリチューとかを想像する仕上がりですね。酢ですね。もつ焼きとか焼き鳥を合わせてみるのも良さそうです。早速じゃあ行っちゃってください。この外側も行っていいんですか。はい、ちょっとじゃあかじってみたいと思います。ちょっと怖。それではパステルマ食べてもらいましょう。あら、食べやすいですね。めっちゃ食べやすいですか。めっちゃ食べやすい。ビーフジャーキーみたいな。そうですね、なんかもっとスパイシーかと思ったんですけど、結構まろやかというか、この脂身がいい感じにこうスパイシーと合ってて、はい、これめちゃくちゃビールと合いますね。絶対もういいです。あ、うまい。ビーフジャーキーかなりいい出来です。ビーフジャーキーと生ハムの間のような食感で、味はスパイスの香りが複合的に合わさり、絶妙なバランスで肉と調和しています。なんかビーフジャーキーほどパサパサしてないけど、なんか生ハムほどこうなんかしっとりもしてない、その中間みたいな。これだけをつまみにエンドレスビール可能です。生ハムよりもスパイシーで味に変化があるので、量を食べても飽きないですね。色が本当に毒々しい。黒腐ってるんですか。いや、これは塩が浸透して結構この色になってます。パンやクラッカーとかに乗せても美味しそうです。細かく刻んで、以前動画で紹介したクンビールとかに乗せても美味しそうです。うまっ。せっかくなので焼いても食べてみましょう。脂身があるからなんか焼いても美味しそうです。まあそのまま食べるパターンと、目玉焼きとかと一緒に焼いて朝食食べたりとか、あとスープとかに入れたりもするみたいですね。スープ。焼くとスパイシーな香りがより広がります。焼き上がったので食べてみましょう。改めていただきます。焼いて食べると水分が抜けて塩分を強く感じます。しょっぱく感じる。うん、めっちゃしょっぱいっす。しょっぱいっすね。生の方がうまいかもしれない。めっちゃしょっぱい。さっきまで生では美味しく食べれたのに、味覚って不思議ですよね。これはしょっぱいですね、本当に。秀一郎さんも生の方が好きみたいです。不思議。こっちだと食べる。これうまい。ジューシーです。全然ジューシー。結果、パステルマを食べて南アフリカのビルトンを思い出したと喜んでくれました。次はビルトン作ってみましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。おいしかったっす。めっちゃしょっぱかったんですけど、なんか生で食べると程よくジューシーさ、ね、強いですね。生ハム焼いてもしょっぱい気がするわ。あー、確かに確かに。なんか食べれる限界のしょっぱさ。確かに。本当に。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ゾンビ肉いかがでしたか。今回念願の秀一郎さんの動画に出演させていただきました。秀一郎さんの TikTok、YouTube チャンネルは概要欄にあるので、ぜひ見てみてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。